バチカンのサンペートロ大聖堂にある、教会のお母の声教会のお母は、カトリック教会のマリア神学における聖母、マリアの称号の一つである。第二バチカン公会議で、ローマ教皇パウロ6世により公式に定められた。キリスト教歴史学者のフーゴ・ーラーナーによると、この称号は4世紀において、ミラノのアンブロジウスにより使われたのが最初であると、される。 教会のお母の称号は1748年、ローマ教皇ベネディクト14世により、大直諸州の中で使われており、1885年に同じクレオ13世にも使われ、カトリック教会のカテキズムにも明記されている。ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世は、この教会のお母の称号について、次のように話している。マリアは、キリストの母として、 教会の中に存在し、それと同時にこの母は人類の食材の秘宝でもある。キリストは首都西ヨハネにマリアをその母とされた。これはキリストがマリアをその食材の秘宝として人類にお与えになったのである。それゆえに新しい母性の精神でマリアは教会に属する全てのものを一人ずつ愛情を込めて包み込むのである。マリアが キリストの母であることに由来するものとして、この教会のお母の称号は、信徒に対しても、聖母、マリアの母性が示されることを意味している。教会のお母の称号は、1980年に、ローマ教皇庁の天礼秘石賞によって、ロレトの連邦に付け加えられた。カトリック教会は、聖霊降臨の場面で十二使徒や弟子たちが集まっているところに、 聖母マリアが共にいる場面や、初代キリスト教会の最初の人々と共に祈っている場面を伝統的に描いてきた。教会のお母の称号は1125年、トリーヤの司教ベレンガウドスの文章に見ることができる。1895年、ローマ教皇レオ13世は直書人々の助けに、マリアは、教会の母として関わっており、十二使徒の教師であり、 元記載であると記述している。これに続き、教皇ヨハネ23世や同じく、パウロ6世、ヨハネパウロに世そしてベネディクト16世の教書にも、頻繁にこの称号が記載されている。聖母、マリアの称号として、教会のお母を使用するのは、4世紀のミラノのアンブロジウスまで遡る。これは百四十四年に、風合ラーナーによって明らかにされた。 マリア神学における研究において、ラーナーはアンブロジウスが教会におけるマリアの役割を見いだい出したとする。ラーナーの説によると、第二バチカン公会議はアンブロジウス単独と初期の教会恐怖たちの影響を大きく受けているとされる。そしてパウロ6世はアンブロジウスを引用してマリアを教会のお母と宣言した。 ローマ教皇パウロ6世ローマ教皇パウロ6世は教会のお母であるマリアは人類の救済主イエス・キリストの母でありキリストに連なる者たちにとっては天国での母親の役目を果たすと心情に書いているそして教皇は第二バチカン公会議の第三回期の閉会でこの教会のお母の称号を宣言したパウロ6世は以前に ミラノの大司教を務めており、アンブロジウスと似たような言葉を使用していた。それは、マリアの信仰、愛、キリストとの完全な調和教会の母であることに光を当てて、マリアを、教会の模範と呼んだ。パウロ6世は1964年11月21日のバチカン公会に、第3回期の閉会で行った演説で、聖母の栄光と人類の慰めにとって、 我々はマリアを最も神聖なる教会のお母、それはすべての神の民、死牧者たちと神徒の双方のお母であることを宣言すると述べた。レデンプトリスマーテルの中で、ヨハネ・パウロ2世は、マリアはキリスト者である死牧者と神徒のお母であるという、声明を確認する意味で、パウロ6世の 神の民の心情を参照し、自分の心情にこのことを、さらに力強くこの真実を繰り返すと書いている。教皇ベネディクト16世もまた、パウロ6世の心情を参照し、それは関係する聖句のすべてを要約するものである、としている。サンピエトロ広場から見た、教会のお母モザイクが、ヨハネ・パウロ2世により取り付けられた。 聖ホセマリアエスクリバーの後押しによって始まったユニーブ国際大学生会議という大学生の集いの参加者の一人の青年が1980年の聖週間にヨハネ・パウロ二世にお会いした時に聖ペトル広場に162位の聖人彫刻があるものの聖母マリア像は一つもないことを伝えたことに対して教皇はそしたら広場を完成させなければならないと答えた 聖ホセマリアの後継者である副社、アルバロデル・ポルティーリョがその話を聞いたときに、ハビエル・コテロというスペイン人の建築家に聖母像を置くのにふさわしい場所を探してほしいと依頼した結果、聖ペトロ大聖堂正面の右側にある建物の窓を使い、聖母マリアのモザイク画を取り付けることを提案した。この案が受け入れられ、1981年12月7日に、 設置された。翌日の1981年12月8日に教皇ヨハネ・パウロ2世が部屋の窓からこのモザイク画を祝福したのである。これが聖ペトロ広場の完成を示す最後の一種とされる。また、このモザイク画の設置は1981年の教皇の命を狙った暗殺未遂事件の後であり、 教皇の命が救われたことについて、聖母の取りなしが働いたことに対する感謝の気持ちから来ているものである。1987年、教皇は教会のお母の称号を会直である救い主のお母の中に置いて繰り返して使い、1997年9月17日に一般の観客で読み上げた。教会のお母という称号に関して、 教皇は救い主のお母という言葉を使った。これは聖母マリアがキリストを真摯に信仰する者の,の母であるということはマリアがキリストの母であることに由来するということ、同様にいかに教会全体のお手本、模範として尽くしているかということを説明するものである。このことについて教皇は次のように述べている。マリアはキリストの母として 教会の中に存在し、それと同時にこの母は人類の食材の秘宝でもある。キリストは使徒聖ヨハネにマリアをその母とされた。これはキリストがマリアをその食材の秘宝として人類にお与えになったのである。それゆえに、新しい母性の精神でマリアは教会に属するすべてのものを一人ずつ愛情を込めて包み込むのである。この意味において、 神のお母なるマリアは、教会の模範でもある。実に、教皇パウロ六世が望み、そして求めたように、教会は乙女である神の母を、キリストを完全に模倣した最も完璧な姿として、描かなければならない。1997年9月17日、ヨハネ・パウロ二世は、水曜日の教皇一般夜見で、教会のお母の称号を、聖母マリアに当てはめることについて述べた。 神徒たちが最初にマリアを神の母、神徒たちの母、または我らの母の称号で呼ぶのはマリアと神徒それぞれの関係を強調することである。後に教会の神秘とマリアと教会の関係についてより多く注意を払うようになったのは聖母マリアに教会の母として今までよりも頻繁に救いを求めるようになったためである。ローマ教皇ベネディクト十六世は なぜカトリック教会のマリア神学が教会論に関係するのかという問題に立ち向かった。最初に教皇は第二バチカン公会議においてマリア神学が教会論の中で議論されたのは偶然かもしれないとしている。このマリア神学と教会論の関係は教会とは実際何であるのかということを理解する上で役立つ。神学者の風語、ラーナーは マリア神学をオリジナルの教会論で、教会はマリアに似るとした。また、教皇ベネディクト16世は、2008年1月2日、水曜日の122回目の一般越見演説で、一般信者に対し、平和の母を次のように説明した。聖母は、完全な形で神と共におられるので、私たちの最も近くにおられ、母また姉妹として、私たちを助けてくださいます。 マリアが信者の共同体の中で占める唯一のかけがえのない位置もこのあがない主の母としての基本的な証明に由来します。だからこそマリアはキリストの神秘的な体である教会の母でもあるのです。それゆえにこそ適切にも第二バチカン公会議の会期中の1964年11月21日に教皇パウロ6世はマリアに 教会の母という称号を正式に与えたのです。教会の母だからこそ、乙女マリアは、私たち一人一人の母でもあります。私たちは、キリストの神秘的な体の部分だからです。イエスは十字架上で、母である方を、すべての弟子に委ねると同時に、すべての弟子を母である方の愛に委ねました。福音書記者ヨハネはその短い意味深い記事を次の、言葉で結びます。 その時から、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。これは、エースした、イディアというギリシア語テキストをイタリア語に訳したものです。弟子はイエスの母を自分の現実、自分の存在に受け入れました。こうして母である方は、弟子の命の一部となり、二つの命は浸透し合います。このように自分の生活に母である方を受け入れることが、主の遺言だったのです。 それゆえイエスは、救い主としての使命を完成する最高の瞬間に、弟子の一人一人に、尊い遺産として、ご自分の母である、乙女、マリアを残したのです。ありがとうございます。